はい、今回はどこのスーパーに行こうかな。土曜の夜はいつもと違うスーパーに行こう。ついでにいつも買わないものも買って、いつも食べないものを食べて、偏りのない人間になろう。さて、次のスーパーはどこにしようかな。地図アプリで検索。よし、ここにしようか。今回は篠木屋代田本店というところにやってきましたよ。さて、何を買おうかな。 N1 乳酸菌プロバイオテックス南箱根タンナボンチ発飲むヨーグルト自然の味というものを買ってきましたよ。体重いの贅沢素材と書いてありますね。発酵乳でございます。体に優しい素材だけで作りました。遺伝子組み換えなし、いろいろ書いてありますね。素材、こだわりの素材なんですね。限定牛乳使用、バイオテックス N1 乳酸菌と書いてありますね。栄養はエネルギー81キロ、 100ml あたりタンパク質なんかも入っているんですね。カルシウムも当然入っておりますね。 N1 乳酸菌プロバイオテックス、自然の味なんですね。こういうものが入っている飲むヨーグルトでございます。ではネットの方を調べていく行きましょう。タンナ牛乳と関連があるようでございますね。静岡県東部箱根の南にある酪農の里ですね。タンナって読むのかな。タンナ牛乳、タンナ牛乳は昭和30年に自分の子や孫に飲ませる牛乳を生産者の皆様にもという情熱こもったタンナの酪農家たちによって創設された乳製品メーカーなんですね。なるほどね。昔自転車旅で行ったことがありますね、ここはね。140年の歴史ですって。明治14年からね、始まったんですね。すごい会社じゃないですか。昭和23年に設立許可が得て、30年に事業を開始したんですね。なるほどなるほど。ちょっとサイトの方ではね、こっちの商品しか飲むヨーグルトを探すことができませんでした。確かにね、関連してる会社だと思うんですけどもね、限定品の飲むヨーグルトだったのかもしれませんね。N1 乳酸菌とはネットで調べてみると、生きて腸に到達乳酸菌のことらしいですね。医薬品の成長剤などでも、生きた菌も死んだ菌も同等の役を示すらしいけれど、生にこだわりたい人向けの乳酸菌なんですね。僕の勝手なイメージでございます。腸化においては免疫力を上げるのにとてもいいらしいね。便秘や下痢症状などにも関連しているらしいね。しかしながら、免疫力というものはそれだけで語れるものではないはずですよね。マクロファージとか NK 細胞だとか、鈍色細胞をいかに普段から体の中で使いならせておくかも大事な気が僕はするけどな。ここからは持論になりますが、健康にいい健康食品というものは副作用がないので安心で利用しがちですが、僕としてはたまに利用した方がいいと思うような、そういう感覚のものでございます。毎日健康食品とかを利用するのはそれはそれで、そういう生活習慣になってしまって、そういう体質にもなっていくということなんですよ。大事なのは何も頼ることなく
健康な生活習慣と体質を作っていくことの方が僕は大事だと思います。いつか突然それをやめたとき、やめなければいけないときが来たとき、どうなるのか、そこまで考えるべきだと僕は思うのでございます。でも美味しい飲むヨーグルト、たまに飲むのならとてもいい商品ですね。美味しい健康とはかけ離してですね、これは美味しい飲み物だと思って飲むのが飲むヨーグルトだと僕は思います。あまりにもですね、飲むヨーグルトにね、健康な情報を詰め込めて売るというのは僕は個人的にはあんまり好きじゃないなって思ってしまうんですよね。でも普通に楽しんで美味しく飲むヨーグルトとしてはとてもいい商品だと僕は思っております。さて、このシノキアというスーパーで買ってみた飲むヨーグルトでした。あとで飲んでみたらね、とてもね、濃い感じがしましたね。美味しい飲むヨーグルト、今回も購入できましたよ。322円でしたね。チャリーン。それでは次回はどこのスーパーに行ってみようかな。